どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。アグッドプリキュア楽しい幼稚園4月号付録のおしゃべり目覚まし時計の方をご紹介したいと思います。こちらが箱になっております。パッケージの方を見ていきましょう。では開けます。まずは説明書が入っております。中身を開けるとこのようになっております。おしゃべり目覚まし時計本体が一つ入っております。では、お待たせしました。おしゃべり目覚まし時計本体の方を見ていきましょう。全体このようになっております。では、目覚まし時計のギミック部分の方を見ていきましょう。こちらの大きいハートボタンは押すと各キャラのセリフが流れます。各キャラのセリフが流れる前に時間を読み上げてくれて、その後に各キャラのセリフが流れます。セリフの音声に関しては6種類ございます。こちらのアラームボタンは押すとオンオフと切り替えれます。わかりづらいと思いますが、一番左下にあるベルのマークですね。これが点滅しているとアラームが鳴ってくれます。これがない時はアラームは鳴りません。続いてこちらはセットボタンとモードボタンになります。これを使い分けて時間の設定とアラームの設定ができます。まず時間を合わせるにはセットボタンを3回押します。はい、これで今時間の方が点滅してます。モードボタンを押していくと、このように時間設定ができます。セットする時間を決めたらセットボタンを押します。すると次は分の時間帯ですね。こちらを設定します。これを設定するにはモードボタンを押していくと順番に数字が上がっていきますので、これで設定します。分の時間帯が決まったらセットボタンを押すとこれで時間帯が決定となります。続いてアラームの設定ですね。アラームの設定はアラームをオンにします。そしてセットボタンを1回押して、はい、このような画面になります。これで目覚ましをセットいたします。やり方はさっきと同じで、数字が点滅していたらモードボタンを押していくと、数値が上がっていきます。これでふさわしい時間帯が決まったらセットボタンを押すと、決定になります。そして次は分の時間帯を合わせないといけませんので、先ほどと同じやり方で、時間帯を設定します。ふさわしい時間が決まったらセットボタンを押すと、はい、これでアラームが設定完了です。ちなみに後ろにはスピーカーがございます。そしてこちらに電池蓋がございます。セットする電池は単4電池2本となります。では続いて各キャラクターのセリフ音声の方を聞いていきましょう。セリフの音声収録数に関しては3人の合計で6つのセリフ音声があります。では実際にお聞きください。はい、以上が6つのセリフの音声でした。各キャラ1人に2種類の音声が入っておりましたね。続いて目覚まし音声の方を確認していきましょう。おはよう、朝だよ、起きて起きて。はい、今のが目覚まし音声です。目覚まし音声が鳴った場合は大きいハートボタンを押すとセリフ音声が止まります。ちなみに今のはキュアエールのお越し音声でしたが、もちろんキュアアンジュ、キュアエトワールのお越し音声もあります。全部で3種類ありますね。では実際に聞いてみましょう。おはよう、朝だよ、起きて起きて。おはよう、朝だよ、起きる時間だよ。おはよう、朝だよ、起きなよ。ちなみに設定したアラームを確認するためにはモードボタンを1回押すとこのように確認することができます。しばらくすると元に戻ります。そして目覚ましをセットする際注意事項があります。必ずアラームをオンにしておいてください。アラームがオフになっていると目覚まし音声はなりませんのでご注意ください。以上でハグッドプリキュア楽しい幼稚園4月号付録おしゃべり目覚まし時計の方をご紹介いたしました。まさか目覚まし時計が付録になるとは思ってもいませんでしたね。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を進めてください。それではまた会いましょう。さようなら。